脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があることということがまず最初に条件としてあります。で、我が国に対する武力攻撃が発生したことということと、それはこれにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があることということは、これはつながります。はっきりつながります。そして問題は、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生しということと、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があることという点で、ここがどうつながるのかということについて、先ほど横畑内閣法制局長官が北川委員の質問に対して大変重要な発言をいたしました。これはつまり、他国に対する武力攻撃が発生をした場合でも、我が国が攻撃を受けたと同様の深刻な犠牲が出たときに、まさにそこでこの集団的自衛権が発動されるんだという答弁がありました。まずこれを総理はお認めになるのかどうなのか、その点をお尋ねします。安倍内閣総理大臣。あくまでもですね、あくまでも基本的にですね、この三要件に適して我々は考える、新三要件に適してですね、考えるわけでもあります。その中において我々は武力の行使を行うかどうかということを行うわけでありますが、その中におきましてですね、いかなる事態が、まず昭和47年の政府見解に言うですね、外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるという急迫不正の事態に、該当するかはですね、現実に発生した事態の個別的具体的な状況に即して、政府がすべての情報を総合して、客観的、合理的に判断する必要があります。このためですね、一概にお答えすることは困難ではありますが、あえて申し上げればですね、我が国近隣で武力攻撃が発生し、その規模や対応、攻撃国の言動などから武力攻撃を早急に止めなければ、我が国にも武力攻撃が行われかねない状況が想定される一例でありますが、いずれにしても個別具体的に判断する必要があります。このような判断にあたってはですね、事態の個別具体的な状況に即して主に攻撃国の意思、能力、事態の発生場所、その規模、対応、推移などの要素を総合的に考慮して、我が国に戦火が及ぶ蓋然性、国民が被ることとなる犠牲の深刻性、重大性などから判断することになるということであります。委員長、海江田万里君。私がお尋ねをしているのは、先ほど安倍総理もこの委員会の席にいたわけですから、そして横畑長官がはっきりと北川委員に対して、これはその他国に対する攻撃というのは、我が国が攻撃を受けたときと同様の深刻な被害、あるいは犠牲という言葉を使って答えたわけです。それによって公明党は特進が行って、そしてこの閣議決定に太田大臣もサインをしたわけですよ。ここは非常に重要なポイント。それは北川委員も先ほど大変重要な答弁がありましたというお話をしました。これを安倍総理は認めるのか認めないのか、簡潔にお答えください。安倍内閣総理大臣。先ほどですね、法制局長官が答弁したのは、国民に、我が国が武力攻撃を受けた場合と同様な深刻重大な被害が及ぶことが明らかな状況であるというもの、いうことを述べたということでございます。ですから、私が今述べたことと、基本的には変わりはないということであります。海江田万里君。じゃあ、これは内閣法制局長官の先ほどの見解をきちっと踏襲をする、守るということでありますね。いいですね、これはね。総理、答えてください。はい、安倍内閣総理大臣。長官の言ったことを守るのではなくて、長官が答えているのは、閣議決定を行った政府の憲法との解釈における見解を述べたことでありますから、我々が守るどうかではなくて、これが政府の考え方であるということでございます。委員長。
海江田万里君。それではですね、ここは大事なところですからしっかりお答えいただきたいんですけど、先ほどの北川委員のこの質疑の中で北川委員はまさに今度のこの決定というのは解釈によるこれは限界であると、これは高村座長もおっしゃっているということです。これ以外は憲法改正によらざるを得ないということをおっしゃっていますが、この点については安倍総理はお認めになりますか。安倍内閣総理大臣。先ほどから、答弁をさせていただいて、おりますが、いわば、これは手段的自衛権に関わること、あるいは手段安全保障に関わること、両方に言えることでございますが、我々は、この中において、三要件、新三要件の範囲においては、今までの憲法の規範性、そして法的安定性の中においてですね、そして整合性の中において、これは可能であると、こう考えたわけでございまして、いわば武力行使についてでありますが、それを超えるものについては、これは当然憲法改正が必要になると、これのことについては先ほど答弁させていただいたとおりであります。海江田万里君。そうなりますと、やっぱり今回、この新三要件によって、限定的にであれ、集団的自衛権の行使に踏み切るという、その中身が非常に重要になってくるわけですよね、これはね。で、総理は参議院での安保外交委員会だと思いますけれども、最初は油の話をしていましたけれども、油だけじゃなくって、これは食料であるですとか、それから、鉱物資源ですね、これはね、資源についてもこれは日本が守らなければいけない問題であるから、大事な問題であるから、その場合はそれが途絶えたときは集団的自衛権の行使につながるという答弁をしていますが、これはその通りですか。安倍内閣総理大臣。